あんたそのお茶どこ持ってくの？え、役所部長ですけど。ダメよ、役所部長は梅子部長って決まってるんだから。そうなんですか？え、じゃあそのお茶どうしましょう？そしたらもう冷めちゃってるし、ぬくみずでいいよ。ああ、ぬくみずかかりちゃうね。ガラスの裂かれ髪14時縛るネクタイ捨てて地球の未来、hey! ソウルトランスにヒューロビー踊る体が向かう先、hey! 役所工事になるよ、ジャスナイトフィーバーに描くシャルウィラン、hey! 気取る立つは一夜限りのまだまだスーパースター。思えば金属20年あの頃の同期はみんな上司になった。座右の銘はまあいいか。で、気安きゃ後輩も上司になった。昼間会社に行っても椅子がない。家ですき焼きやっても肉がない。それでも出てくるビールバラっても中身は本当はビールじゃない。ああ嫌になっちゃった。飲むのは酔っ払い発泡酒。ああ嫌になっちゃった。自慢の女房は元当主。さあ今日も張り切って出勤です。だがしかしやはり電車は超満員札止めであります。どんなに混んでいても新聞を細かく畳んで読む運流型です。明日も仕事、明後日も仕事、生きるためと分かっても日頃勝手でもする。苦労別デイ、溜まるのは貯金じゃなくストレスデイ。いつだってどこだって夢ぐらい見たい男だっている。傍から見れば本当は国際都市でなりきる超トラボルタ。ガラスのうるつかい髪14時縛るネクタイ捨てて地球の未来、hey! ソウルトランスにヒューロビー踊る体が向かう先、hey! 役所工事になるよ、ジャスナイトフィーバーに描くシャルウィラン、hey! 気取る立つは一夜限りのまだまだスーパースター。満員電車、運よく座れたら寝過ごして着いちゃった埼玉。珍しく会議に呼ばれたらひっくり返しちゃった灰皿。今日も当然の五流で日増しに体も衰え細い腕。風呂で鏡見て落ち込んだ。だって背中のシミがオリオンだ。ああ嫌になっちゃった。娘の彼氏は B ボーイ。ああ嫌になっちゃった。自慢の女房は元当主。さあ家族でドラマを見ていると、おーっとこれは濃厚なラブシーンだ。これは気まずい。娘も完全に気まずそうだ。こんな時に限ってボリュームも大きめですよ。明日も仕事、明後日も仕事、生きるためと分かっても気が狂う。時場所とは通信防止。憧れた映画の主人公になりたいと願うクラーケントに、そのために使う100円貯金。買った解禁シャツとホワイトパンなの。勝てば怖いもなんかもない。ガラスのうるつかい谷14時朝日が昇るまでの地球の未来、hey! ソウルトランスにヒューロビー踊る。まだまだ向かう先、hey! 年の差忘れ本気出す。もう夢じゃない俺だけのオンリーワン、hey! 気取る次がラスト出しても、だからじゃスーパースター。白いブーツが着替えて風呂は蹴り上げる。体全身で浴びるわ。死活までは終わりのない人呼んでミスターホワイトナイト。これ飲み会帰りの女子会員が二次会がてらに隣り合わせ座るバーカウンターから目をやるダンスフローラーに。ねえ、あそこで踊ってる人超ダンス上手くない？どこどこどこですか？あそこに真ん中で踊ってる人。でもあれガラスのうるつかい髪14時縛るネクタイ捨てて地球の未来、hey! ソウルトランスにヒューロビー踊る体が向かう先、hey! 役所工事になるよ、ジャスナイトフィーバーに描くシャルウィラン、hey! 気取る立つは一夜限りのまだまだスーパースター。ガラスのうるつかい髪14時約束の場所だけの地球の未来、hey! ソウルトランスにヒューロビー踊る。まだまだ向かう先、hey! ラストダンスになる時間忘れて汗とか自覚はつい